12年目でなんとプロ初先発になりました。山崎康明投手がまっさらな今マウンド上に姿を現したところです。だから急遽この山崎康明がプロ初先発のマウンドを託されたという注目のマウンド。詰まっています。まず最初のバッター丸をショートゴロ、ショートの大和が軽快なフィーディングでした。直球です。ちょっと差し込まれてましたね。ファーストフォードです。そのフォードベースに入ります。やや先っぽのような感じがします。鈍い音。センターか、あーっとどっちかとセンター取りました。ちょっと交錯しました。ライトとセンターちょっとヒヤッとするプレーでした。センターがこのボールを取っています。3アウト。これも内野ゴロ。ショート大和ワンアウト。低めにコントロールされていました。セカンド2アウトランナー3塁。ショートゴロ。ファーストへ送球します。3アウト。ちょうどこれ90試合目ということになります。セカンドライナー一塁へ。トスダブルプレー。丸は走っておりましたので、もうこれはどうしようもありません。ただやはり何といっても後半戦打ち上げた。ここに数々のドラマが待っています。フォード取りました。3アウト。森井とちょっと右手を高く上げました。気合が乗っている表情ですね。森井とショート、うわーっとこぼした。必死に走りました。記録はヒット。気迫のピッチングを見せていたこの森井と急遽一軍に上がって第2先発。このバッティング、ショート遠いところ、これファーストミットに入ってればこれアウトだったんですけれども、ファーストの面白がミットに取りきれずですね。これは記録は H のランプでプロ初安打になりました。森唯斗最後はもう諦めたくない。三振。最後はストレートでした。気合が入っています。まあもともとね、ソフトバンククローザー澤手をつないで空振り。岡本和真は結局ファールフライで、これで3アウトチェンジを取っています。これショートゴロ。3アウト。またグラブをポーン叩きました。気合が入っています。森井と三振。鉄に打たれていつもピンチを背負うんですよね。これモンテスもショートへの内野安打出塁で、その後岸田が結局、空振り三振。3、4、5、3イニング目で1点を献上。2対0、ジャイアンツ2点のリード。インサイド詰まった。これはフライになった。これは内野フライ。ショートの大和が、大和が落下点取りました。アウト。3アウトになりましたけれど、三振。高め見送ればボール球、バット出てしまいました。モンテス、これは空振り三振。落差がありました。2アウト。森唯斗、そしてこの回からウィック3人目。これはバットの先っぽ高く上がりました。センター桑原前へ行きます。取っています。3アウトチェンジ。燃えてこの7回。
空振り三振という形になりました。ショートゴロ、大和取ってから送球が早い三浦大輔監督。空振り三振、両手をパチンとグラブにつけた。